はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はヘイデイの動画撮ろうと思います。ってことでね、また音消えたな。さっきまで流れてたのにね。マジでね、このね、画面収録のね、録画ボタンをね、押した瞬間に音が消える。この現象何なんだろう、マジで。他に、こういう風になってる人いるのかな？わかんないんですが、まあ、今回はね、しょうがない。このままやっていきましょう。ヘイディの動画、撮っていこうと思います。ということでね、レベルアップ近くなってきたので、またね、レベルアップ動画ですね。レベル58からレベル59まで、あとね、22万4千だから、21万あれば、21万じゃない、2万1千あればね、レベルアップできるんですが、まあ、2万って結構遠いじゃないかと思いきや、農場パスの一番最初のやつですね。これを触らずに取っておいたので、ここにね、2万4000経験値ありますよということで、これ触れば、レベルアップですね。行きましょう。ほい。はい。レベルアップ、おめでとう。レベル59の農場主になりました。ということで、今回はロブスター握りと、毛布、そしてダイヤ5個と畑2つ、これが手に入りましたね。オッケー。ダイヤがね、もうすぐ1000だと前回言ったけど、まあ、もうすぐって言っても100個必要だからね、相変わらず900超えた段階だと、まだまだ、遠いは遠いね。で、握りのところにロブスターが加わったよ、という話と、あと毛布かな？これですね。まあ、ちょっとアヒルの毛が足りないのですぐには作れませんが、ここにもね、新しいもの増えましたよ、と。あとは、畑が2つ足せますね。これも、足しておきましょう。まあ、ついでにちょっと回収しておきますか、小麦を。まあ、基本的にはね、小麦畑作って、素材を回収してる感じですね。まあ、たまにね、なんて言うんだろう、これとかがね、トウモロコシを何個植えるとかね、トウモロコシ何個収穫とかね、そんな感じのやつになったらトウモロコシにしたりとかね、そういうことをした時はあるけど、大体は小麦でやってますね。まあ、今回はレベルアップでの追加要素っていうのがね、あんまり新しいものは、ない感じだったので、これぐらいでサクッと終わっておこうかなと思うんですが、そんなところか、本当に。次回のレベルアップの話と、そうだ、今ちょっと終わろうと、締めに入ろうとして思い出した。象にね、名前つけようぜっていうね。次までに、考えときますって言ってたんですが、まだちょっと名前つけてないですね。どうしようかな。いくつか候補がなくはないんだが、これにしますか。ロスつけた方がいいかな。まあ、ちょっとこれにしてみよう。今ね、ブルーロックっていうね、サッカーの漫画面白いのが、やってるんですが、それをね、書いてた人がね、前に書いてたやつね、ちょっと古代の、漫画があるんですが、なんかそれに出てきたマンモスがこんな感じの名前だったので、まあこれ象だけどね、牙あるし、いいでしょこれで。って感じですね。さて、そんなわけで、まあやっぱり音ないね、こっち来ると。寂しい感じですが、まあ今回はね、レベルアップの動画ということで、これで終わりにしようかなと思います。そうだ。また象の話をしたらすっかり忘れたんだけど、次回のレベルアップちょっとチェックしておきますと、次回新しく、ニンニクとか子猫とか、お、モルモットなんてのも増える。ガーリックパン。そんなところか。で、59から60まで、必要な経験値が25万6000。で、現在3900ということで、またね、レベルアップ近くなってきたら動画撮ろうと思うので、よろしくお願いします。ということで、今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。よいしょ。